こんにちは無双剣武術会の山本です今日も無双剣への道ということでお話をさせていただきます。え別の言い方をしますとすでにあることに気が付くことというような 言い方になるかなと思うんですよ、えー、どういうことかと言いますとすでに心の中にあったことに気が付くということなんですけど忘れちゃってる状態と言えると思うんですよね。えー 大人の場合はあの子供の頃に戻って物心つくかつかないかぐらいにも戻るとですねどうもこういう無念無双の剣っていうのはあったようなんですよ。ところがあの 物心ついてからこちら側っていうのはこうすればいいかなとかこうすればまあまあ受けがいいかなとかいろいろこう学習してきましてそしてもうちょっとうん年がいくとですね3歳5歳6歳7歳と周りの人からも いいろろこうした方がいいよとかですねどん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 そのまああの三次元を渡るのに一番得だなというようなことを見たり聞いたりしてきますんでそのためにですね物心つく以前のことをどんどん忘れるようなんですよ。 そしてついにその全く気がつかないっていう状態になってしまってえこういう精神的な深いとこから来る自動制御反応の,のようなものないんじゃないのとか聞いたことないぞとかあるわけないだろうとか 夢みたいなこと言ってるんだとかいろんなことになると思うんですよ。そしてそういうふうにあの意見をそうそういうふうにその交わす人も出てきますからそれに同意してしまうとますますその忘れることに拍車をかけちゃうんじゃないかなと思うんですね。三、えー、次元で当たり前に起こることが 当たり前だろうとあのー、しっかりしたその技術をですねしっかりした方法と強い精神力を持ってとかってなるとですねそうだなとこう誰でも大体思うと思うんですよね。そうするとますますえー、本来の持っていたことに まあ、蓋をしてしまうと言いますか分からなくなってしまうとえー、不思議なんですけどどうしても生身でいるもんですからだいたいそんな感じにな,るなろうかなと思うんですよそしてあのこう会員会員さんの中でもあの 子供の頃からそういう心のなんていうんですか発動っていうんですかね深いとこから来る自然の反応っていうのはあると心の剣っていうのはあるっていうことを思っていましたっていう人も結構多いんですよねそういう方というのはなんかちょっと、うん、また様子が違いましてお教えすると まあ最初疑問と思ってるっていうこととまあまあ確認し,していくわけでしょうねどん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 その自分の思うことをどうしても試したいってことになってしまって3次元に持ってらっしゃるなんかこう得意な技とかですねそれを試してみたいってことになるようなんですね。ところががそれが まあその人にとって実験だわけなんですけどそれが晴れますとどんどん気がついていくってことになると思うんですけどえそうしますとえいずれのなんていうの状況にやろうともですね一番早く心の剣の道に到達するのはですね 今すぐもうあることには分かったと自分はここの件が現れるって強く思ってしまう強くっていうかまあ確信を持ってしまうってことなんですよ。いずれここの件を 親にな,るなってですこ、ね、この件が分かって剣が出ましたっていう時には今言いましたその私は心の剣があることを知って私にはその心の剣が現れますってその時そうなるわけなんですけどそうなる前にそれを持ってしまえばえー、早いってことなんですよ。 あ,あまり強く確信を持ってしまえば即座に出てしまうですから心の剣はもうあなたにあるということなんですねそれに道を行くっていう,うに言うのの違う言い方をするっていうふうに申し上げましたけど気がつくことなんですよ逆の言い方をしますと気がつけば気がついたらもう心の世界っていうのは即座に反応がれ現れますので まあ多少のタイムラグがあるとしても隠しに至ってしまうと現れちゃうんです是非お試しになってくださいではまたお会いいたします